どうも、トジダンです。スカイリムレジェンダリーエディションの実況初見です。前回がですね、ちょっと何だったっけ、あのシジマール洞窟みたいなそこで、最後やられまして、そこを無視して、はい、とりあえずエルダーグリーム樹液を回収するっていうこのクエストに、終止符を打とうかなと思ってます。で、マップ、ここっすね。今、シマーミスト、ここね。シマーミストなんで、まあ、この辺をこうぐーっと歩いていこうかなと思ってるんですけども、まあ、行こうか。はい、ここ、シマーミスト出たとこっすね。で、そのシマーミストでですね、あ、生きてる。とか言ってないことになるのか。じゃあ連れていくか。このね、バルディマーさんともう一人変なおっさんがおるんですけど、なんかこの人一緒に巡礼したいということで連れて行ってたんですが、シマミストでね、死にかけてたっていう。いや、死んだんちゃうかな、一回ね。あの、俺が切りつけちゃって、向こう怒っちゃって。アライグマか。大丈夫かな。よしよしよしよ。やっぱ強いぜ。回復。超2個ぐらいあるのか。全部倒したっぽい。その程度で私より優れているつもりか。来たし。俺の馬強いな。あ、またやっちゃったよ。しくった。二投目やるな。多分いけねえ。来てるよ。めっちゃ来てる。これ上から行くもんじゃないな。来てるわ。一発。どっからやろう。寝てるところかな。こっからか。よし、じゃあざっくり行こうぜ。パッと倒していきますか。いやー、なんかの
あれかな、きっかけかな、これが馬を手放すなみたいな。交戦するなら今のうちだぞ。あ、まだやってもた。負けねえよ。ついわ。おるか。おるな。こいつめんどくさいな。ちょっと遠目から狙うか。この辺にクマおるからね。まずクマ倒そう。どこにいる？見えないね。どうだ。お前何やってる？大丈夫か。もう弱いくせに突っ込むからな。よし行くぞ。こっちか。取るかね。金いっぱいおるな。まあ、さっきと同じことになりそうな気がするけど。こいつ倒してるか。でかいな。またかよ。もういいや。すまんね。ほんまはちょっと罪の気持ちもあるんだけど、どうしようもないなと。さてと、じゃあ馬を置いて、ちょっとあの橋を渡らんと横切るだけにしよっかな。ちょっとね、
バルディマーにも待っといてもらおう。マーカー出すだけだ。来たかね。何かご用ですか。ここで待って。仰せの通りに別名あるまでここで待ちます。ちょっと待っとけよ。はあ、ほんまのドレレってやつはほんまどうしたらよかったんかな。あのまま連れて行っても連れてもいけたんだろうかな。みんなでも死んでるよね。あの弱さというか。移動しますか。重視殿にご同道します。でしかも この辺からか。ちょっとここ犬だぞ。いやで狙うか。おるのかなこれ。夜に行った方がいいのか。あ、めっちゃおるわ。目の前におる。ちょっと見えづらいけど、すぐそこにおるね。あ、違う。めっちゃテクスチャーや。喧嘩でもしてんのかな。まだ見つかってないもんね。あ、解除か。誰か戦ってるのかな。あ、戦ってる。そうか、狩りしてたんか。よっしゃ。体力、治癒3、毒使うか。
ぞ。お、落ちた。よし、落ちた。弓矢で行こう。どこや。狙えやん。狩りをしてもそれ声出るわな。あ、まだいる。蜂蜜臭。どこにいんのよ。あいつか。大丈夫か。流れないかな。てるといじめてるみたいね。引っかかってる。覚悟はできてるかい。よし、じゃあさっと取るか。中身変わってそうなんですよね。変わってるわ。木の方が美味しかったような気がするな。まあ、とりあえずじゃあこれ渡しとこう、君に。行こう。よし。鉄の鉱脈か。鶴橋。お、動かねえ。
動いた。OK、保存してますな。これで心置きなくいけるね。どういったんや。そうかそうか、こうか。こっちの回収ってしたっけ、なんかやってた気がするな。では行くか。ちょっとね、同行者が一人亡くなりましたけど。よかったんかな、あれ。俺が殺したことになるよね。まあ、いったな。ちょっとぐらいな、耐えてくれれば。うん、あ、なんかこう旗に剣が当たったみたいな感じで軽くね、受け流してくれたら。俺殺意はないからね、殺意は。まあ、こっちの方やけど、まあ、本人は思ってんだろうな。まあそりゃそうだよな。実社会で刃を向けられたら、それは当然殺意を持ってこっちに向かってくると思われるんで、特に一般人は。すごいね、すごいと見えないな。では行くか。とここは下がってってるけど、よし、道なりに行きます。洞窟って多分この下ら辺にあるんですよね、おそらく。あるある。ちょっと開封していこう。誰かいんのかな。でかい方でもあるし。これトロールか。あ、ここにおるやん、ノルド。でもでかすぎるね、このトロールの骨。おそらくトロールとダークシェード。これでマデシンのとこ行けるぞ。あれ、マンモスに最後あれだよね、やられたよね、これね。ドラゴンかな。トロルは倒したけど、自分もやられたみたいな。よし、ノルド。でもここ最近のやつか。骨もあるな。頭蓋骨、山賊、うん、単純に山賊じゃないと何か分かんない。
なんかあったよ。関係ないか。結構骨あるね、ここ。よし、上がろう。上がり方が、こうでいいのかな。あれはクマかね。この上にも砦がある。一応開封するか。いや、タラタラ行くのもいいね。でもあれかな、メリディアの灯火の時と一緒で何か関連のある遺跡っぽい。関連はないか。墓ですか。墓、あ、なんかある。見つけたぞ。こういう裏側にも結構あるよね。聖夜。71本あるからな。この辺りか。OK。そんなにいいもんじゃないな。さて、まあお墓にあるもんだからあまり文句言わないでおこう。墓か。まあちょっと入るのは後にしよう。で、反対側におそらく町かな、これ。ちっちゃな集落があると思うんですよね。なんだこりゃ。あ、ほんでこれか。はいはいはい。アモルトリでと。ここが砦っぽいですね。
これどうやったんかな、なんか倒したんかな。ちょっと覚えてないな。で、ここか。ここ渡った方がいいってことか。強い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 。いけるか。なんだここ。温泉みたい。死んでる。おお。あ？何かよ。あ、なるほど。半身浴してるのかな。顔だけ出てる。おお、かっこいい。あ、吸ったダメだ。何かよ。別に何があるっていうことでも、もんでもないんだな。いや、温泉だ、すげえ。あ、ドラゴンが来てるかな。で、マンモスの頭と。へえ、すごいね。この辺もじゃあ火山帯なのかな。飛んでる。おっとおった。めっちゃ近くやのにな。俺の馬がどこにいるか分かんなくなっちゃった。とりあえずそのエルダーグリーム行ったら、馬も来るでしょ、そこまで。宙に浮いてるぜ。何も生えてないのか。来てる。ちょっと見つからんように行こう。戦うのはめんどくさい。もし来た。じゃちょっとセーブしますね。